日本兵庫県神戸市中央区、脇浜町、脇浜町は、神戸市中央区の町名の一つで、区の東部、東を、野田区に接する商業、工業地域、1から3丁目に分かれる。工場、事務所、ビル、商店、集合住宅の立つ商業、工業地域、1から3丁目があり、北東部が1丁目、南東部が2丁目、南西部が3丁目となっている。 東は、名田区の岩屋北町、岩屋中町、岩屋南町に接しており、南は、脇浜海岸通りと、西は南、本町2、北本町2、東ず2と隣接し、北西の領域を、筒井町が占め、北辺で、割塚通りに接している。2から3丁目の中央部を、北東から南西へ、国道2号が横断。南端を、北東から南西へ、 阪神高速3号神戸線が高架で走る。地下には、阪神本線が東西に横断している。一丁目には、振興環境ソリューション、振興病院、神戸朝鮮初中級学校、神戸市立科学技術高等学校、神戸市立神戸高架高等学校及び、脇浜公園が、二丁目には、浄土州阿弥陀寺、南宮佐八幡神社、神戸脇浜郵便局、 みのり保育園、脇浜西公園、神戸市環境局中央事業所及び、関西電力吹き合い変電所が、3丁目には、日本工業薬品、住友ゴム工業本社及び、かすがの道商店街がある。町内に、かつて存在した、西山記念会館。神戸臨港線の廃線跡の鉄橋が、遊歩道に使われている。脇浜という地名の由来は、ビンバ神社のあるビンバ裏。 佐藤正の脇の浜によるという、西節体館によれば、神宮皇后の三冠征伐と結びつけて、その木と二風をしのぐためにこの地に上陸し、船の、ワイダてを使って、仮の玉座を作ったことから、ワイダて浜と呼ばれ、それが脇浜に転じたという言い伝えもあるが、不解説と見られている。また、法然商人が佐抜木からの木とに上陸して、松を植えたとの伝承もあり、 町内の阿弥陀寺の起こりなのだという。この周辺は、江戸時代には脇浜村となっていて、明治8年頃に吹合村の一部となっている。脇浜町は、明治39年に神戸市吹合町の一部から成立し、はじめは神戸市の町名で、区政施行した昭和6年からは、神戸市吹合区、吹合い区が幾宅と合併した昭和55年からは、 神戸市中央区の町名となった。昭和47年、一部が脇浜海岸通り及び割塚通り1から7丁目となった。明治39年に脇浜神城小学校が開校したが、昭和23年に廃校して、宮本通の春日野小学校へ統廃合されている。明治40年、神戸林港線が開通。この貨物線はかつて、 神戸港や神戸成功所を結び港町神戸の発展に貢献したが、平成15年12月1日をもって廃線となり、現在では跡地は遊歩道となっている。明治43年に、春日の道標が駅前間に開通していた神戸電気鉄道が、昭和8年に春日の道から東庁の東端まで延長され、阪神電気鉄道国道線に連絡した。 昭和10年には、市電東部国道線が開通して、浜川の磯上線は撤去された。双方の路面電車の軌道は、この阪神国道線東神戸駅、神戸市電脇浜町限定の部分で接続されており、通常運行での相互乗り入れはなかったものの、花電車が直通運転されたこともあった。しかし昭和43年には、市電の 翌昭和44年には、阪神国道線の乗り入れがそれぞれ廃止されて、路面電車は姿を消した。一方で、明治38年開通の阪神本線は、昭和8年に岩屋三の宮間で地下線となった。明治41年から、西側の地先の海面が埋め立てられ、吹き合い港と呼ばれる船だめが築造された。明治十四年に、鈴木商店の神戸成功所が、 神戸製光として独立。大正7年には、この吹き合港の東に、神戸製光と川崎造船所島が進出して、埋め立て地を完成させた。この国道2号以南の埋め立て地は、大正10年に、脇浜海岸通りと名付けられた。昭和29年、神戸製光とアメリカのファウドラー社が、共同出資して、新港ファウドラーを設立。川崎製鉄。 西山記念会館が昭和50年に建てられたが36年後の平成23年に閉館して取り壊されている。平成6年には住友ゴム工業新本社ビルが建てられた。ありがとうございます。